デトマソ・パンテーラ、パンテーラ、パンテーラは、デトマソの3作目のスーパーカー。1960年代を代表する、レーシングカーフォード GT40 の構造的特徴を、イメージした、イタリア製のボディに、アメリカ製の大排気量エンジンを搭載した、デトマソとフォードによる、今井合作のスーパーカーである。フォードの希望により、この種の車としては初めて大量生産性を、 重視して制作された。パンテーラはイタリア語で、表表属族、イギリスではパンテルを意味する。1960年代後半に、デトマソのオーナーで創始者である、アレッサンドロ・デトマソと、個人的に親しかった、イタリア系アメリカ人のリーアイア国家が、当時副社長を務めていたフォードが、ブランドイメージ工場のために、フォード GT40 のイメージを踏襲する。 スポーツカーのプロジェクトを企画し、このプロジェクトにデトマスを招き入れたことにより、パンテーラが生まれることになった。このプロジェクトの最大の目標は、徹底的にコストダウンを推し進め大量生産して、廉価なスポーツカーとして売り出すことにあり、これを受けてパンテーラは、前作のマングスタ同様、エンジンは、ォード製を使用することとなった。 現代の小規模生産のスポーツカーメーカーの大半は、自制でエンジンを製作しないが、その手本のような形態を取ることとなった。デザインは、当時でトマソ参加で、フォードとも密接な協力関係にあったギアのトムジャーダが担当した、なおギアは、パンテーラの開発中の1970年に、フォードに売却されている。イタリア製の美しいボディに、アメリカ製のワイルドな大排気量エンジンを、 マッチングさせる経緯において、アレッサンドロ・デ・トマソのラツワンぶりはいかなく発揮された。なおメインの市場はそれまで、デ・トマソなどのヨーロッパの高級スポーツカーメーカーが、狙いを定めていたヨーロッパではなく、フォードの本拠地であるアメリカだった。ただし、アメリカでのデ・トマソの知名度は低かったため、フォードの巨大な販売網を利用し、フォードブランドの名を借りて販売した。ボディ構造は、 マングスタまで受け継がれていたバックボーンフレームを捨て去り量産性に優れるモノコックを採用している。この頃のスーパーカーにはそもそも大量生産を前提にしたものなどほとんど存在しなかったため非常に異質な存在とも言える。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーンと無難な選択をしているがリアサスペンションの合成が十分ではなく破損しやすい欠陥を抱えていた。この点は 後の改良によって修正されている。エンジンは、ホード製の 351CDI ユニット、生産工場の名を取って、通称クリーブランドと呼ばれる、排気量5.8リッターの水冷、V 型8気筒オフエンジンを搭載した。330馬力、トルク 45kgM を発生するが、特にチューニングされたものではなく、 コストダウン重視でほとんどノーマルのままミドシッ風に搭載している。このエンジンこそがパンテーラにとって最大の技術的ネックとなり販売上の足かせともなってしまう。このエンジンの導弁機構はオフでサイチェシーや DOHC に比べシリンダーヘッドが小さくエンジンそのものの重心は高くない。加えてエンジン全体も排気量に比して非常に小型軽量である。 しかし、潤滑に一般車と同様のウェットサンプ式を採用していたため、エンジンの搭載位置が高くなり、その影響により重心も高くなってしまった。パンテーラーはアメリカのニーズに合わせて車高を高く設定していたので、これらが相まって挙動の不安定さに拍車をかけた。加えて、ライバルであるフェラーリやランボルギーニが自社のエンジンを搭載していたのに対し、パンテーラーは フォードのエンジンだったため、一部のエンスージアストからは、純粋なスポーツカーではないと根拠のない非難まで浴びてしまう。しかし、パンテーラはそれらのライバルに対し半額のプライスタグをつけていたため、競争力という点ではかなり強かった。目標生産台数4000台には及ばなかったが、最盛期の1972年には2700台以上を記録。 この種のスーパーカーとしては、大成功の部類に属する販売台数に達した。しかし、1973年に到来したオイルショックの波には勝てず、快進撃を続けていた、生産台数は急加工してしまうものの、基本的なスタイルは維持したまま走行性能に関わる改良を続け、また飽きこない、秀逸なデザインが構想し、1970年代を生き残り、 1990年代まで非常に小規模ながら生産され続けた。ヤ田部最高速トライにおいて日本で初めて時速 300km の大台を超えたのはパンテーラをベースに高度なチューンナップを施した車両である。デザインはトムジャーが、1971から1972年中期 L モデル以前のモデルのこと。その中でも アーリーとレートで分かれていて、レートでは以下の点が変更されている。なお、エアコンは全車標準装備イ。イタリア語で豪華、贅沢を意味するローストの名を語尾につけ、1972年に追加されたモデル。アメリカ市場での販売を促進するために設定されたモデルで扱いやすさを向上させるために、エンジン出力を40馬力ほどでチューンされている。 外観に関しては、衝撃吸収バンパーに変更、ヨーロピアンモデル以外ほか、シートベルト警告ランプトブザーなど充実した装備の関係で、約1 0 0ラム重量増となっている。1973年に登場したパンケーラのハイパフォーマンスモデル。同じ名前で、アメリカ仕様とヨーロッパ仕様が存在し、ヨーロッパ仕様はエンジンの圧縮比が上げられ、 それに伴い出力も350馬力、トルク 50kgm に引き上げられている。交渉最高速度時速 290km。向上したパワーに対応するために、タイヤも若干太いものに変更された。ペイントデザインが変更され、ボディのウエストラインから下がブラックの塗装になっており、これまでのパンテーラより派手な印象が際立っている。 日本にも輸入されたことで知られているが、そのほとんどは、ノーマルエンジンのパンテイラを GTS ルックにしたアメリカ仕様だった。参戦に必須な条件が、連続する12ヶ月間に400台の生産というグループ4カテゴリーに殴り込みをかけるべく生産され、パンテイラ GTS をレースカーとしてディファインしたモデルである。エンジンは、通常の市販仕様のパンテイラとは比較にならないほど、 パワーアップされており、500馬力をオーバーするほどのチューニングが施される。そのパワーを路面に伝えるためのワイドトレッドタイヤ、フロント1 0 j リや 13J、それを収めるための豪快なオーバーフェンダー、右サイドウィンドウ後部に設置された給油口が特徴。交渉最高速度時速 331km。レースでは、差したる結果を残していないが、 ベース仕様である GT4 をそのまま生産に移し1974年に計6台が販売された。1980年に大胆なイメージチェンジを果たして追加されたモデル。パンテーラ GT4 の外観をスマートにし、カウンタック風のウィングを装着しているのが特徴。オーバーフェンダーはリベットを排したデザインになり、軽量な FRP で成形される。 レースカー的な雰囲気を醸し出しているものの、一般行動で扱いやすくするために、エンジン出力が330馬力にデジインされている。交渉最高速度時速 281km。パンテーラ GT5 のマイナーチェンジ版として1984年に追加された GT5 の派手な特徴をそのままに、前後まで連なっていたオーバーフェンダーはサイドスカート部を外し、 フェンダー一体型の滑らかなデザインに変更されている。エンジンは、チューニングの異なる2種類が用意され、標準が300馬力、ハイパフォーマンス仕様は350馬力を発生している。なお、このモデルの前後から、アメリカ製だったエンジンが生産中よされ、同型のオーストラリア製のものに変更されている。パンテーラの最終型とも言える改良を施された、モデル。 発表は1991年の鳥の章。ヌーバ・パンテーラ、もしくはガンディーニ・パンテーラとも呼ばれることがある。ヌーバはイタリア語で、新しいという意味であり、スタイリングは、マルチェロ・ガンディーニが務めた。ちなみにパンテーラのチーフエンジニアである、ジャンパオロ・ダ・ラーラとガンデーニは、ランボルギーニ・ミューラでもコンビを組んだことがあった。スタイリングは、全体的に R がついて滑らかになり、 フェンダーはブリースター風になった。また、フェラーリカイ40を彷彿とさせるような造形を有し、特にそれはに分割式、リアウィングに現れている。フロントガラス下にもウィング状の空力パーツが取り付けられた。エンジンが変更され、同時期のフォードマスタングと同様のエンジン、水冷5リッター V 型8気筒、オフが搭載された。このエンジンは247馬力。 トルク 40.8kgM と従来モデルと比較すると控えめな仕様になっている。1994年製造された41台のうちの4台のみがミラノの車両製造会社パベジーによって従来モデルには設定されていなかったタルガトップに改造された。SI タルガはパンテーラ最後の公式バリエーションとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。